ゆうかさん、ちょっと伺ってよろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい。はい。ゆうこさんとはね、よくその幼児教育だよね、やっぱりっていう話になるんですけども、はい。現役アスリートやってると、そこに行き着かない選手ってやっぱり多いんですよね。やっぱ自分とまだ当分先みたいな感じになっちゃって、でも今日のね、先ほど小倉さんもおっしゃってますけども、幼児教育って幼児教育だけの話じゃなくて、その結果の我々だし、競技そのものとの向き合い方って、結局3回もこうアスリート勉強会でこのテーマやってるぐらいなんで、すごいコアな部分だと思うんですけども、そこに気づいてもらう方が前に、ね、前置いておっしゃってましたけども、気づける人たちにどうして。最後の方がちょっと聞き取りにくかったです。幼児教育をに興味を持つ方の共通した特徴だったりとか、もしくはこういうきっかけがあって幼児教育の方に興味を持ってもらえたっていうようなのってありますか？私が最近お話ししてて、やっぱり幼児教育に行き着いたよねっていう そこだよねっていう話をしたのは、柔道のアナリストというか、まあ、事務方というかアナリスト、そっちの仕事をされてた、まあ、本人も柔道家でやられてた方で、柔道の教えっていうものは、嘉納治五郎先生の教えっていうものを最終的な目標としてっていうのは、目標っていうのは、修行を通して、厳しい修行を通して、世を捕益する人間を形成するっていうのが、まあ、柔道の大きな目的なんですね。究極の目的っていうふうに言われてるというか、その加納先生が説いたものなんですけども、ただ、日本では、とにかく、どのスポーツをしても、別に柔道じゃなくても、道になると。野球も野球道になるし、日本でやると。サッカーもサッカー道だし、すべてが道になる。その中で柔道の目的って何なんだみたいななるわけですよ。他に全部道を取られてしまった場合に、柔道の目的って何なんだ。じゃあ別に何でもいいから、その世を捕益する人間を形成できたら、柔道の目的達成と考えていいんじゃないかというところからまず始まって、で、それは、柔道を、まあ柔道を通してであればまあ理想的ですけども、別に何でもいいんだけど、そこを楽しむ人間、まあ、スポーツなり、美術なり、アートなり、楽しむ人間、それを勉強する人間、それを極めていく人間、それを全部含めて最終的に世を捕益する人間に全てがなっていけばいいんじゃないか。じゃあ、その大元を見たときには、やっぱり、その幼児教育の部分の、彼は身体リテラシー、まあ、最近なんか論文とかの世界でも身体リテラシーっていう言葉がよく使われるようで、なんか使いやすい言葉なんですよね。いろんなものを含んでる。その、空間認知能力とか、動けるだとか、まあ、あとは、精神を安定させていられるかどうかとか、まあ、とにかくいろんなものを含む身体リテラシー。それを形成するのはやっぱり幼児の部分で、だからそこを、まあ、どういうふうにしてシステムをしていくかは考え中だけれども、長期スパンでいろんな人間の形成を考えたときに、そこの幼児教育ってところにやっぱり、何か、テコ入れじゃないけど、身体リテラシーを獲得できるような、そういう、システムを入れていくと、最終的にはどうなのかという実験がしたいというか、モデルケースを作りたいというか、そういうところになって、結局なんかそういう、突き詰めていくと、そこの幼児教育に戻ってくるというか、そういう話があって、で、私もまあ、幼児教育もともと興味ありましたし、それで結構話が盛り上がったんですけど、だから、やっぱりトップを見てる人たちがもう一度そこに戻ってくるというか、そんな気がしますね。トップで、ここが足りない、ここがこうなってくれたら、じゃあ、それってどうしてそうなってるんだろう。やっぱ幼児教育かなみたいな、そこに戻ってくる気がしますね。はい。ありがとうございます。それで他の方には広がってます。柔道界の中の、その
スタッフの方全体は、いや全体は広がってないと思います。そのちょっと作ったグループの中のまあほとんどだと思いますけど、その中の何人かがやっぱりそこに興味を持ち始めて、でやっぱそのスタッフの中にはもう自分がお子さんが最近生まれて長野に移住して、お子さんのとあの上と共に移住して、そこで多分何か動きたくて長野に行ったんだろうみたいな、あのと私たちは読んでるんですけど、あのまあ彼が言ってたのは面白いのは、あの幼児教育とか教育を真剣に考えてる人たちはなんか田舎に行くって言ってました。なぜか田舎に行くっつって。ありがとうございます。どうする、はい、なるほど。